池袋ナウ浅川図です。チビリアンです。えー、第37回2020年、えー、流行語、新語大賞ということで決まりましたけれど、えー、年間大賞がね、小池都知事の三密が受賞しましたと、うん、いうことですけどね、これなんかね、官房長官が しゃしゃり出てきてるんだろうそうそう最初に言ったのは私みたいな <laughs> いや知らんがなってもう,もうほんと低レベルすぎて言うことが <laughs> あなたほんとに官房長官やれるんですか <laughs> と思いました <laughs> 子供かよな<う>俺が先に言ったんだっていう、ね、そうそう,そう <laughs> <laughs> まあ 今年はね、まあコロナに関するのは、まあ仕方ないとは思うんですけど、まあ、この小池さん自身が、あの、いろいろ YouTube やら何やらを使って、その、まあ積極的にこの呼びかけをしたっていうのはね。まあそうですね。でもさ、これまあ、こういう感じで受賞して3密が、まあ年間対象取ったけれど、今ほらまたね、全国的にコロナが広まって、 ちちゃゃっってきてきるからね,ねえ困っちゃいましたねまあ、小池さんもそうだけど、各都道府県の知事さんのこの腕の見せどころというかね。でも、あの、何ですかね、政府が自治体に丸投げしてる感がすごい。 だから、小池さんもやっぱり反論してたし、政府に対して。うん、例えばロックダウンとかっていうのは国じゃないと多分発動できないはずだから、うん、今だとあれなのかな北海道と大阪とかが独自でそのレベル3とかレベル4みたいな感じで設定してるんだと思うんだけど、まあ足並みが揃わないのも仕方ないのかな っていうのもあるし、まあ、この話は本当難しいから、あれだけど、その、菅さんのこの鶴の一声みたいなんで、はい、ゴートじゃやめとか、はい、じゃあもう、外出禁止とかになったらなったらまたな、いろいろ問題出てくるだろうからな。そうなんですよ。だから何が正しいか正しくないかっていうのはわかんないけど、ただ、国としての方針がしっかりしてないから今こうなってると思うんですよね。 go to を、だから一時中断するラインとかも多分決まってないし。まあ、曖昧だよね。ま、ねそう、すごい曖昧で。だから、多分自治体に投げてるんですよね、各。まあ、責任を負いたくないから自治体に任せちゃってるってのはあるんだろうな。だから、それが、なんか、この国大丈夫なのかなって思っちゃうポイントというか。このな、三密には、まあそこも含めて、まあいろいろみんな思うところがあるんじゃないかなっていうことで。あとはまあ、トップ10っていうことでね。 えー、愛の不時着。見てないね。これはドラマか、韓流ドラマか。韓、ね、流ドラマ。ネットフリックスでやってんだね。これが、まあ、えっ、ー、と、トップ10に入ってると。あとは、集まれ動物の森。集森、えー。これね、ちょうどコロナの出始めた頃に、まあ、発売されて、偉いヒットしたらしいんだよね。うーん。 まあ、凄盛重要っていうことで、ほら、スイッチも全然買えなくなっちゃったじゃんはい。チビリちびもなんかな、スイッチ届かなかったっつってなんか来て<う>こないだ。来 <laughs> ましたけど、ちゃんと。やっと届いたんだ。はい。でも私は厚盛税じゃありません。ダメなんですよね、ああいう系私続かなくて。育て芸みたいなやつ。育て芸とかなんだろう。RPG とか苦手そうだよな。RPG 超苦手だし、<う>育てる系もだし、農場やる系、営む系も苦手だ。<laughs> <laughs> <laughs> 何が得意なのよえー、だから単純に、そのマリオカートとか、なんか勝ち負けがこう<ー>はっきりしてる、なんだろう。はいはいはい,はい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 。マリオパーティーとか、はいはいはい そういう、なんか、そういう系ですね、多分。ちなみに何今回何買ったのゲームは。フィットネス系です。リングフィットとかああいうやつかあ、リングフィットです。そうそう。あのー、ガッキーが CM やってたやつだよな。そう、あれ楽しそうで。コロナで外出れなくなって、まあ運動不足ってもあるから、リングフィットもすげえ売れてるっていう話はね、聞くからね。でも私が買うって言ったら、夫が、 ソフト何かをってなんかすごい盛り上がってました。なんか旦那さんは RPG とか好きそうだよな。めっちゃ好きです。ゼルダとか多分もしかしたら好きですね。っていうことで、まあ続いて、まあ、アベノミクスね。あ,あ、違ゃ違ゃ、アベノマスク,マスクか。<laughs> 使いましたうーんとね、まだあるよ、家に。 なんか、お休みマスクにしようかなと思って。<laughs> 喉を、喉を痛めないように。寝るとき用のマスクで使おうと。外には、あれはしていけないなと。まあ、あの小ささと、あの、なんていうか、密着感のなさが逆に寝るときいいかもな。<laughs> そうそう。なんか、そうしようと思って。あれぐらいのがいいんだよな、逆に寝るときはね。寝るときはね、<laughs> 息がしやすい。マスクとしての機能をあんまり満たしてねえって話なんだけど。<laughs> <laughs> いろいろまあ、なんかもうな、安倍さんが辞めちゃった後だからなんか、あれも何だったんだろうなって感じではあるけれどー、もうなんか懐かしいなって感じになっちゃったね、これもね。そうですね。本当に昔の出来事に思える。マスク見ると本当そう思うわ。うん、で、続いて、アマビエっていうことで、これはまあ、SNS とかでね、注目されたっていう、この、江戸時代の妖怪みたいなやつか そうですね。人魚みたいなやつだよね。いろんなところが、あの、便乗というか、便乗って言い方はあれですけど。<laughs> なんかアマビエに関する商品みたいなのがいっぱい出てたよね。うん。疫病を治めるとされてた妖怪ってことなんだな。うん、なんかそういえばそんなのすげえ流行ったなっていう感じになっちゃったわな。そうですね。 今ね、第3波みたいな感じになっちゃってんじゃんコロナが。もうそうなってくるとアマビエどころじゃなくなってきてんだよね。<laughs> なんか、なんかごめんねって感じですよね。<laughs> アマビエもいい迷惑だろうなって思ってます、私な、私<は>勝手に祭り上げられて、勝手に錆びれてくっていうな <laughs> 私、私でもアマビエアマビエってみんな何言ってんだろうって思ってた税なんですよ。わかるから。俺もね、最初、ずっとアマエビに空目してたんだよね。<laughs> コロナに効くのかなみたいなさ。私、ビジュアル系のグループだと思ってました。<laughs> <laughs> あの髪伸ばして。そうそう。<laughs> <laughs> あマビエってバンド、ちょっとおかしくねいやだって違う、アヤビエっていうのがいたんですよ。 あ、そうなんだ。今もいるか知らないけど、あやびえっていうビジュアル系バンドがいたから。<laughs> はい。まあまあまあ、そのね、アマビエがまあ、<laughs> このコロナの初期の頃に流行ったと。<laughs> はい。で、続いて、オンライン〇〇っていうことで、まあ、いろんなもんがオンラインになったなと。<laughs> 特に今年はな、ズームがすげえ流行ったよね。そうですね。 まあ、会社でも使ったり、その、芸能人が使ったり、まあ、テレビでもね、ズーム使ってたりっていうことがあったんだけど、まあ、ちびれんものは、まあ、オンラインで仕事してるようなもんだもんな、完全に。 まあそうだし、池袋ななんてもう何年オンラインで収録してんだって話なんですよね。そう言われてみたらそうだよな。俺ら、そうそう <laughs> 対面で撮らなくなって7年ぐらい経ってるからな。<laughs> もう全然なんか違和感なく受け入れられますよね。だからその、YouTuber とかネットラジオやってる人も今年に入ってからオンラインになった人もいるだろうからね。うん。会えなくなっちゃってっていうね。うん。 まあ、それと比べるとな、俺らはまあ普段からやってるからそんなにこのオンラインに移行したっていう感覚は、まあなかったけれど、これはまあ今年はな、しょうがないわな。はい。で、続いてまあ、鬼滅の刃ね。うん。いや、これも社会現象ですよね。いや、本当にな、工業収入やばって思って見てます。200億を突破してるっていうことで、まあ、えー、もう工業収入で言うと第3位ぐらいに入ってると。 うん。菅総理もね、国会で全集中の呼吸と言ったが、全然スルーされてたみたいだけれど。<laughs> <laughs> かわいそう。これ、俺もね、つい最近なんだよね、あの、見出したの。裏切り者め <laughs> 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 まあ、前収録した時はね、<laughs> 俺らお二人見てねえからわかんねえな、なんて話したんだけれど。裏切り者め アマゾンとね、ネットフリックスでアニメがあったんでね、この26話か、もう一気に全部見て、うーんまあ確かに続きが気になるから映画見に行きたいなっていう感じではありますけれど、エンタメとか映画館とか、映画関係者にとっては本当にもう鬼滅の刃様々っていう感じだよね。 続いて、まあ、go to キャンペーン。うん。はい、これも、まあ、いろいろな、いろんな議論があるし、まあ、これ現在進行形で、このまま続けていいのかどうかのっていう問題はまあ、あるわな。うーん。いととかもな、だいぶ問題あったもんな。あの、ポイントをだけゲットして、あの、なんかご飯食べないでみたいなもう問題になったりしてたから、なんとも言えないね、これはね。なんかその、延長するってなったとして、税金なわけじゃないですか、結局。 だからその後に、どんな仕打ちが待ってるのかが怖いっていうか。消費税11%とかになったりしてるしな。<laughs> なんかそう、すごい、それが嫌で。<laughs> まああれかな、震災のあの復興税みたいな感じで、まあコロナの特別の税金が後から取られる可能性もまああるわな。まあなくはないですよね。おそらく何かしらの形で回収はされんだろうなとは思ってます。 いやだからそれもあるからさ、ちょっとこの使わなきゃ損っていう気持ちも芽生えちゃうんだよね。確かにこういう状況であるとそんなにポン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 使うのもなっていうのも出てくるし。リスクが高すぎる出かける。うん、だからまあ GoTo を使うんだったら本当に あの、気をつけてな。うん。消毒とかそういうの、本当にマスクとか、こう、だからさ、ほら、あの、なんだ、マスクしないで、なんか、飛行機降ろされちゃったっていうやつやいたじゃん、前。 いましたあれがまた最近なんかね、ホテルのその食事でマスクがどうこうっていうんで、またトラブル起こしてるっていうんでさ、あの、まあ、ニュースになってたんだけど、だからそういう人がいるから、なうーん、キャンペーンってどうなのってなっちゃうんだけど、やっぱちゃんとルールは守んなきゃダメだよな、使うにしても。う使うならルールは守ってほしいし、あとは、とにかく入国制限をとりあえずしてほしい。 ああ、ま、あこれなーこの問題もあるんだよなーちょっとなー本来であれば、な2週間ぐらいあれでしょその、羽田とか成田とかに留まってなきゃいけないんだけど、結局それを無視して、あのー、ま、あ出てっちゃうわけだよな。とか、あと緩和しましたよね、確か。うーん、緩和したねで。緩和したタイミングでまたこの、第3波みたいな感じで広がってきちゃってるから、このまま行けばまた、 引き締めになると思うんだけどね。うん、うーん。でもともと今年はな、そのインバウンドで、うーん、儲けようと思ってた人が多いから、まあ大打撃は受けてるというか、ね、その、うん、まあ外国人観光客を目当てにしてたところにすると、まあ本当に死活問題ではあるわな。うん だから今年に開業したホテルも多いんだよね、逆に。いや、だそうなんですよ。うちの地元も結構建ってたりとかするわけですよ。で、やっぱり、どうなんだろうって今建てちゃってるけど、来年もオリンピックもしやらなかったら、 いやー、相当ダメージでかい。もう本当に箱だけ残っちゃってる状態だからね。そうそう。だからそうなる、なり得るよなとは思ってます。まあ今の段階で言うともう来年のオリンピックももう本当に難しいよね。うん,うん。うん。国民の感情的にちょっともう、正直もういいかなっていう感じになってきちゃってるよなはい。で、あとは、えー、ソロキャンプ。 これはまあ芸人のひろしさんがね、YouTube でまあソロキャンプやって大ヒットしてますけれど、まあ実際にね、これ受賞したのがひろしさんなんですけれど、コロナでまあ遠出がしにくいっていうことで、まあ3密を気にしない感じのまあキャンプがえ再認識され、多くの人がまあキャンプ場に足を運んだと。あとはまあね、グランピングみたいなちょっと贅沢なキャンプもね、うん、結構流行ったりっていうことで。 ちびれん、確かあれだよな。本来だったら今年車の免許取る予定だったんだよな。うん、そう。車の免許取ったらキャンプとか行きたいですよね。やっぱ車持ったら、あの、キャンプしたくなるよ。うん、車中泊してもいいわけだしさ。うん、最後は、ふわちゃんだね。うん、今年一番活躍した、まあ、YouTuber 兼芸人さんっていうことでね。 ふわちゃんが、まあ、選出されたわけですけれど。私、出てきた時も知らないし、まだにあんまよくわかってないんですよね。俺なんかテレビで見たけど、あのー、フリーらしいんだよね。うん。マネージメントも自分でやってるっぽいんだよね。事務所に所属してるわけじゃないんだ。そうそうそう。だから、直接自分で、その、出演交渉とかギャラ交渉とかしてるっぽいから、アーミーって実はすげえしっかりしてるっぽいんだよね。 だから忖度しないのか。うん、そうだね。全部自分の、まあ、好き嫌いで仕事が選べるっていうことだな。人気があるとそれができるんだよな、結局な。この人の場合はな、YouTube との二足のわらじを履いてるから、ま、その辺がうまいんだろうな。あと、ま、そういう管理ができるっていう点で言えば、頭が悪くないとは思うんですよね。そうだね。だから、なんかその事務所に頼ってる人 よりは、はるかに一人でも生きてく力があるというか、一発夜感はないですよね、ふわちゃんは。うーん、頭の切れる子なのかなっていう気はするね。そのバランス感というか、そのため口とかも、多分その、見てる人が引かないレベルでうまくやってんだと思うんだよね。逆にふわちゃんに対して切れたら負けみたいなところもあるからな。そうなんですよね。そこ、すごい難しいと思うけど、<laughs> う,まうまいと思う。 っていうことでね、まあ今年の、まあ流行語大賞、新語大賞を追ってきましたけれど、そうだな、特に違和感はなく、まあ納得の。納得の、まあ3密、コロナ関連だろうなっていうのは大体思ってましたからね。なんかステイホームとか、なんか3密とか、 濃厚接触とかそういうのが来るんじゃないかって思ってたんですよね。<laughs> はい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 。<laughs> 濃厚接触ね。どうしてもなんかでも濃厚接触っていうのはなんかちょっとこう違和感がありましたけどね。最初聞いた時はな、なんか本当にもうちょっとキスとか、そうそう,そう,そ,うそういうレベルのもんかなと思ってたもんね。そう。本当そう思った。そういうのもね、今年の前半の方にありましたけれど、はい。このね、第37回。 えー、2020年の新語・えー、流行語大賞でございました。はい。カ川図です、えー。サブチャンネルもやってます。浅川図のビデオで検索してください。よろしければチャンネル登録お願いします。